いはいはい、こんにちは、リンカです。リンカってさ、こう見えてもめっちゃ JK なのね。 JK って言ったら崩れない前髪が本場だと思うの。え、わかる？言ってる意味わかる？最近の JK ってマジで風が吹いても本当に崩れてないので、その JK のまあ一部なんですけど、リンカさん、リンカ氏、実は前髪が本当にカチコチで有名です。で、本当に結構いろいろ TikTok とかでももうどこでも紹介してるんだけど、そのやり方をマジで最強のガチゴチ前髪を紹介しようと思ってまーす。とりあえず今はこうやって普通に櫛が通ります。こうやってで、ちょっとドライヤー音大きくなっちゃうんですけど、本当に風がこれ何もしてない状態です。いきますね。みたいな感じで、サパサパなんですけど、これをドライヤーの強風が吹いても動かない前髪にしたいと思います。テレテテテテ、テレテテテテ、テレテテ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 。あ、まず必要なもの。ケープ、ドライヤー、櫛、この三つです。まず、アイロンとかで、一旦ね、形をこうやって整え、まっすぐに。リンカはもう最近ずっとパッツンなの。今日の後ろの巻き髪めっちゃよくね。マジ気分いい。てかさ、前髪ってさ、本当にさ、何？一日のさ、その日の気分のさ、前髪でさ、決まるよね、気分って。わかる？言ってる意味。前髪でその日が変わるんだよ。でしょ？みんな。前髪でその日の気分って変わるよね。だから切りすぎた時とかはもう本当にもうずっと前。あと、雨の日。あ、そう、リンカの前髪は、雨の日でも、湿気とかにも負けないの。マジですごいかんね。本当に。本気で大丈夫。保証する。こういう、ちょっと一本、ほら、こういうね、わかる？こういう、なんかよくわかんない毛とかは、抜いちゃいます。やるべ、これ。マジ、やらない？みんなやんない？ちょっと長い毛とかさ、なんかここら辺とかでさ、ピョンとかあったらさ、抜くの。これ絶対やるよね、みんな。マジリンカ超抜いてるもん、前髪の辺。で、リンカの前髪の量はなんかもう本当に適当って感じです。昔の頭皮ちゃんの頃は多かったりしたんだけど、今は、多いっていうのか、少ない。少なくはないよね、前髪。まあでも、このケープで固まる固まらないは、本当に量の多さにも関係してくると思うの。巻きとかも、そう、量の多さとかに関係してくると思うんだよね、本当に。工程1、形を整えます。こうやって微調整。前髪をね、やるとき本当にね、重要。わかる？何が変わったのってさ、よく男の子とかにも言われるんだけど、女子ならわかる。本当に微調整大事なの。で、ほら、こうやってね、隙間とか、あ、いつはダメなの。リンカはね。アイドル前髪やってる人いんじゃん。アイドル前髪やってる人の前髪マジカチコチ。あれね、本気で強いよ。あれは。狂気。リンカもね、アイドル前髪やってた時のね、前髪の狂気だったね。はい、整えましたということで、したら整えたら、はい、次もうケープに早速入っていきます。早みたいな。で、だいたい朝の時間のケープ時間はまあ10分、まあ多く見積もって10分、早く見積もって3分。え、ね、崩れたじゃん、最悪、悲しい顔。はい、整えましたって思ったら、ケープをこうやって振るじゃん、まず。で、本当にこれもうどこでも言ってると思うんだけど、もう本当にわかる、ここ腕をもう精一杯伸ばすの。精一杯伸ばして、まずこうやって、なんか目を隠すのね。こうやって。わかる？こうやって。隠して。で、ここにケープついちゃうから、服をまくってから、ここにこうやって隠して、腕をもう精一杯伸ばすの。で、まず一番最初にやってるのはここ。ここね。このゾーン。いくよ。で、ほら、結構まめなく、わかる？テカテカってなってるじゃん。で、これをこうやってやるの。撫でんの。で、なんで撫でるかって言ったら、横を向いた時に、ここから、ぴょんぴょんぴょんってね、多分毛が出ちゃってんの。で、それを撫でて、一旦平らにさせて、はい、次、ドライヤーです。ドライヤーの一番弱いやつの、あったかいやつ。あったかいやつで、ここに当てんの。ここに。ケープは、ここに当ててたけど、ここに当てんの。わかる？ここに当てて、こうやってやんの。わかった？ここに当てて、その思いっきりまず、こっちに全面に当てちゃうとダメだから、ここに当てて、その追い風、もらい風を、こうやって、ここに当てんの。ねえ、わかるでしょ？伝わってる？で、そっから、次は、全体にかけていく。
また絶対遠くね、あの近くでやっちゃう人いるんだけど、絶対遠く、本当にこれ絶対で、ほらこうやって今なったでしょ。あ、でちょっとそう、こうやってねずれちゃう時があるの。そういう時はまだ毛先が固まってないから、これはまだ優柔効くで、はいはい、やっていくよみたいな。うん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 。でちょっとこうやってもうなんか崩れちゃう時とかもあんので、もうこういう時はもうちょっと崩しちゃう、わかる。ちょっとあの串入れちゃって、ちょっとねこうやってやる。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、次下の方ね、ここ毛先らへん。でもう下の方はもうこうやって顔面に当てて大丈夫で、はい、今こうやってなったじゃん。でしたらもっと固めたいから、指にケープをこうやってつけるの。こうやって指につけたら、それをこうやって、もうあの眉毛と前髪を一緒に固めちゃう的な。これね、この毛先につけることがマジで重要なの。で、ドライヤー。えいよ！誰か噂してない？毛先につけることがマジで重要です。で、毛先につけたら、まめなくまた振って、固めまーす。で、結構もうこの時点で固まってきてんだけど、リンカは周りの遅れ毛も固めちゃいたい人だから、それを今手につけたんだけど、指につけてこうやってやっちゃう。で、何がいいかっていうと、この固めるのでお直しが必要なくなるのと、あと本当にいつ写真を撮られても前髪が綺麗っていうこと。今こうやってなったじゃん。ちょっと固めてきます。これで、マジでガチコチに固まったんだけど、多分、ケープする時の、この腕が近すぎて、白い粒ができちゃう子がいると思うんだけど、そういう時は、黒染めスプレーを使います。そして、黒染めスプレーを指につけて、ナスくったら、OK。これね、ちょっとね、なんか今リンクやってんのは、本当に朝ケープして、崩して、もう一回今やってんだね。だから、ちょっと余計にテカテカなってるかもしれないんだけど、本当にいつもこれ、こんなにはなってないと思います。じゃあ今から、強風を当てて検証しまーす。いくよ、みんな。前髪、見ててね。まずじゃあ弱いくんをから、やっていこう。え、動いてた？見たかったけどさ、目さ、あれ閉じててさ、見れなかったんだけど。動いてた？みんな。え、動いてた？え、待って、え、本当に知りたい。結果を知りたかった。でもさ、今完璧だから動いてないってことじゃない。ってこと、OK？ マジですごいよ、これ。ほら、こうやって横になってもね、大丈夫なの。え、すごくない？ほら。多分反対になっても大丈夫だよ。あ、ごめんなさい、スウェットでーす。ごめんなさい。セットでーす。え、すごくない？マジで本気ですごいよ。だってこれこうやってやっても、ほら下に落ちない、前髪が。普通さ、下向いたらさ、こうやってなっちゃう、前髪って。でも16に逆らわない前髪です、こちら。マジですごいから。で、よくケープをつけるとおでこが荒れちゃいますって子がいると思うのね。で、その子はここにケープをするときに、クリアファイルをこの中に挟んでやるとおでこ荒れないと思う。ね、本当に悔しいよね。リンカはいくらやっても本当に荒れないの。だからマジでずっとケープ女なんだけど、でも本当に荒れちゃう子は荒れちゃうから、マジちょっと一旦試して、で、あ、ケープで荒れると思ったら、クリアファイルを中にこうやってスッてやってからケープやって離してドライヤーしてみたいな、それやれば OK。 マジで完璧。この前髪になって何が一番良かったかっていうと、ディズニー行くじゃん、ディズニー。そのディズニーの乗り物乗ってる時動きません、マジで動きません。リンカ1日これの前髪で乗り物乗ったんだけど、マジで動かない、ずっとこれだから。もう最強に美女よし。しかもディズニーだから、ディズニーマジックかかって、マジ
で美術いいの本気でマジでよかったよ。だから、ね、こういうイベントの時とか超いい。で雨の日も雨に打たれたらダメだと思うんだけど、雨に打たれないで傘さして湿気の状態の時とかはこれだったらもうずっとこのまんま。だから雨の日はリンク絶対髪の毛ボンバー、後ろの髪の毛とか超ボンバーなの、だからボンバーになっちゃうからポニテしてこの前髪で行ってる、ケープして。だから雨の日はまあ防げてるけど、雨とか水に濡れない限りマジで頑丈です。本当に頑丈だよ、すごくない？動かないの本当に。みんなもうとりあえず本当に前髪の美術が良かったらもう全ての美術が良くなるので、今度真似してください。リンカさんの前髪超いいです、マジでマジで良きです。